4番は、エウレカです。さあ、今回は、エウレカスタジオからお送りさせていただいております。マクロスフロンティア、ギャラクシーライブ2021。まだまだ二人はこれから私たちの歌を聴け、リベンジ。リベンジどこにかければいいんだ？ギャラクシーライブ2021リベンジにかければいいのかな？はい。オフィシャルグッズが届きましたよということで、お送りさせていただこうと思います。まあ、今までね、まあ、こんな感じで、なんだこれ、レンチキュラーポスターとかな。これ、ちょっと角度変えると、昔のシェリルさんとランカちゃん。ちょっと角度変えると、新しいシェリルさんとランカちゃん。といった感じで変わる。なんかこんなポスターとか、あとはね、ペンライト。ペンライトなぜか2本あるんですよ。新しいリベンジのペンライト、ね、欲しいんですけどね。なぜか、リベンジじゃないペンライトが、一人身なのに2本あります。なぜ2本あるんでしょうか。はい。まあ、そこら辺はいいや。そしてね、今日はちょっと、まあ、こんな感じでちょっと角度を変えております。まあ、ちょっと T シャツね、まあ、2パターン買ってるんですよね。普通のギャラクシーライブと、あとこのモノクロのね、ビッグシルエットかな？そう、肩幅がね、かなり広いんですけど、まあいいや。まあそんな感じで、あとちょっと、このタペストリーもちょっとたまにはお見せしようかな、というような感じで、展示しております。これは、イルミリオン、相模湖のコラボの時のやつですね。作用つばかなんかの衣装かな。まあそんな感じのシェリルさんとランカちゃん。まあまあいいや。それはいいとして。まあ、とりあえず、グッズが届いたので、開封していこうと、思いますよ。それだけではなく、実はですね、この裏側に隠しておりました。はい。T ファンサイトっていうところから届いたので、これもちょっと開けていこうと思います。これ先に開けていきますかね。こちらなんですけど、T ポイントカード。ついにマクロスシリーズとのコラボが始まりましたということで、なんかツイッターで見かけたので、応募っていうか、発注してみました。この意味のわからないことなんの？エウレカ一応そのね、Tポイント、Tカード持ってはいるわけなんですけど、この Tカードっていうのが、要はツタヤでね、要はもともとレンタルビデオを借りるための、カードだったわけですよね、この Tカードっていうのが。それが、なんか今やいろんなね、キョンビニエンスだったり、お食事どころで、Tポイントはありますかみたいな、ガソリン給油するときの Tポイント貯まりますよとか、まあ、いろいろあるわけなんですよ。で、まあもちろん、今まで通り Tカード持ってる。で、レンタルするのにはなんか1年ごとに更新手数料っていうのはなんか300円取られて、クレジットにすれば300円かからないですよとか言われて、そう。要は、そのマクロスカードがなかったから、てか自分の気に入るそのアニメね、エポスカードは、エウレカとセイバーか、セイバーオルタか、フェイトのね、セイバーちゃん、アルトリアペンドラゴンのカードにしているんですけど、Tカードにね、そういう魅力的なものがなかったので、クレジット結局作っておらずにずっとそのまんまになってるんですね。で、あ、このタイミングでマクロス来たやん、これ、もう Tクレジット作ってまおうって思ったら、いや、ただ単に、ポイントカードにしかならないみたいなんですよね。意味がわかんない。ちょっとクレジット機能つければ、その更新手数料かからないようになるっていうね、そういう風なものだと思ってたので、それで申し込んだんですけど、はい。単なる T カードが届きました。これクレジット機能つけらんないのかな？もう一度作り直そうかな。ちょっと地元のね、達也さんに行って、ちょっとクレームつけてきようと思います。来てみようと思います。いや。こんなんいらんだけど。いや、いります。いや、これ大事にしますよ。この T カード大事にするんですけど、ちょっとクレジット機能をつけて、更新手数料なしにしてくれんと困るわーって、ちょっと言ってこようと思います。なんか、ハガキが入っておりますね。ファンサイトでご購入、セット中も別荘となる場合は、まあ、大したことないな。はい。ということで。これ見せちゃっていいのかな？あ、でも隠れてる。あ、ちょうど隠れてる。よかった。ナンバーがね、隠れてるので、このままお見せできますね。はい。こんな感じで、ワルキューレ、ちょうどここ、ポイントカードのナンバーのところ隠れてるので、よかったです。はい。こんな感じでね、
フォーワッシュトースのワルキューレメンバー、あれ、なんで、なんでマキマキがセンター、あれそういうルールでしたっけいやー嬉しいな。これフロンティアバージョンもあるんですよね。あー、そうそうそう、フロンティア、あ、ランカちゃんとシェリルさんのバージョンもあります。まあエルカはね、デルタの方が好きなのでデルタを選びました。あ、こっからなんかポイントカードの登録をしろとかなんかいろいろ書かれておりますね。うん、めんどくさいですね。これだけで、これだけで飾っておいていいような気がします。はい、嬉しいです。はい、ということで、あ、これちょっと一応避けとこうかなはい、Tポイントカード、普通に店舗でお申し込みできるみたいなのですので、知らなかった方、ぜひ、ツタヤさんに行ってみていただいて、デルタの絵柄、フロンティアの絵柄ありますのでね、なんかサンプルとかもし見られるのか、ちょっとそこら辺はわからないですけど、ぜひツタヤさんに行って、調べて聞いてみ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 てください。これクレジットでね、もう永遠に、そう、だからセイバーオルタはずっとクレジットでいてくれるので、これ、更新手数料とか嫌やわ。もうずーっと手元にいてほしいわ、これね。ほい。じゃあ、本体の、マクロスフロンティア、ギャラクシーライブ2021、リベンジ。まだまだ二人はこれから私たちの歌を聴けリベンジとしましては、グッズ、第1回、受付のところの届いたやつです。すでに、リベンジじゃないときは第1回、第2回、第3回ぐらいまでなんかあったのかな。まあ、それぞれちょっとこまごまと注文は繰り返してきたわけなんですけど、で、なぜかペンライトがね、2本ある状況になっておりますけど、リベンジの発注は今回が初めてでございます。開けていきましょうか。これがワクワクなわけなんですよ。他の動画でもお話ししてたかと思うんですが、一応エウレカはリベンジ、11月の9日分が当選しておりまして、さらには神戸の分も当選しております。一応ね、2回ライブを見に行くことができるのでね、もうワクワクが止まらないですよ。できればね、やっぱね、10日の分を見に行きたかったなっていう、そういう気持ちがすごいあるんですが、まあ残念、全部ね、見に行くことはちょっとできないっていうことですね。さあ、ちょっとここから、おっと、納品書がない。あれ、あ、あった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 、下に埋もれてた。はい、納品書を見ていきましょう。はい、注文通りちゃんと届いております。まずはクリアファイルですね。あ、こういう向きじゃなかったんだ、横向きなんだ。そしてここにタイトル書かれておりましたね。ギャラクシーライブ2021リベンジ。まだまだ2人はこれから私たちの歌を聴けということで、うわ嬉しいですね。もう歌を聴けるのが本当に嬉しくて嬉しくてしょうがないです。ああ、もう早くそのライブ当日になってほしいっていう気持ちもあるんですけど、まだまだこのフロンティアの劇場版の劇場短編のね、 CD の発売もね、まだ終えてないっていうところがあるので、マクロス関係楽しみがいっぱいありますね。はい、で明日からイベントもありますし、まあいいや、それはまた別の動画で。さあ、グッズ行きましょうか。でね、こんだけでっかい箱に1点しか入っておりません。行きます。納品書もう一回見とこうかな。納品書を見て、マクロスフロンティア ギャラクシーライブ2021リベンジビッグブランケットでございます。ちょっとビニール音がガサガサうるさいかもしれませんが、ご容赦ください。いや、わかります？このバカでかい段ボールにね、たったの1点しか入っていなかったわけなんですよ。サイズがね、確か 1500×1500、 1m50cm×1m50cm っていうことなんですね。ここに今かかってるタペストリーの横幅が確か 70cm だったかな、 70cm 強ぐらいあるんですよ。これの倍あるわけです。
開けて行きましょうか。すげえ、こらすげえ。ちょっとビニールガサガサ本当に申し訳ございません。よいしょっと。特にラベルとかはついてないかな。一応ね、いつも通りマクロスの、使用証明っていうこのシールは、まあこれがね、わかりますか、映ってますかね、映っておりますね。これが一応公式グッズですよっていうシール。まあいろいろグッズ買った時にね、だいたいこのシールついてるんですけどね。はい、マクロスと書いてあります。よいしょ。パチモンはこういうシールがついてないってことですから。これ映る映らないですよね。行きます。いや、行きますというかもう行っちゃってるんですけど、逆さま、あ、角がね、こう丸くなってます。あ、とんがってないっていうのは、それはいいですね。こうかな、こうですね。はい、よいしょっと。困った。ペンライト君ごめんなさい。ペンライト君ごめんなさい。ちょっと、クリアファイル君もごめんなさい。よいしょっと。これでしょ。センターに行きます。ダメだ。全く映んね。全く映んないですね。こんな感じでございまーす。はい。先ほどの、タペストリーが、このぐらいのサイズですよ。はい、いきます。これ今、思いっきり全開に横いっぱい広げてる感じで、持ち上げます。こうです。こう。ああ、映ってっかな。映ってますかね。めちゃくちゃでかい。いやー。これどうしよう。普通にね、まあ、ビッグサイズブラン、いや、本当にね、ブランケットってか、毛布代わりに使えるわ、このデカさ。いやー、シェリルさんとランガちゃんに抱かれます。いや、これすごいわ。なんてことになっちゃってんだ。はい。ということで、こんな感じになってしまいました。でかい。めちゃくちゃでかい。あのね、この綺麗な絵柄を、まあ、細かく見たいっていう方は、やっぱりタオル、これ結局素材的にはポリエステール的な素材なので、素材、もう一回書いてねえな、これ。またタグ探し始めます。タグ、あれ？さっきタグあった？タグありました？タグがね、あ、ありました。タグあったとか。ポリエステールって書いてないですね。まあいいや。まあそんな感じで、とにかく、まあ、こんな感じの、ああ、かわいいな。大きくて嬉しいな。どうやって飾ろう、困っちゃう。まあそう、ちょっとね、生地がこう、要はパサつくので、細かい絵をしっかり見たいっていう方は、やっぱりこういう風なね、まあ、ポスターチックなところの方がいいのかもしれないですね。ただこれはめちゃくちゃスペシャルインパクトだわ。エグレガのちょっとピクチャーレールのところ、幅がね、1800か、1メートル80センチなので、それをほぼほぼ埋め尽くしてしまうぐらいの、エウレカが購入したグッズの中で最大級ですね。あと、後ろに一応、ワルキューレのラウンドタオルがあるんですけど、これよりもでかい。めちゃくちゃでかい。大変なことになってございます。テンション上がりますね、これ。もう、ライブウェブ系でね。これどうしよう、ライブ会場に持ってってどうすんのね。おっさん一人でこれ、羽織って。まあ、ここ最近ね、涼しくなってきてるじゃないですか。一応11月まで、季節的には夏だとエウレカは思っているんですけど、まあ、ちょっと涼しくなってきてるので、まあ、これあったかい。今膝にこう触れてるんですけど、こっち側とかね、裏で。いや、あったかい。最高にあったかい。なんかもうこたつの中に入ってるんじゃねえのかっていうぐらい。
ハイテンションです。いや、これ最高。いやー、よかったよかったよかった。これ最高。さすがにね、これで寝ることはできないですけど。あ、ちょっと待った。ちょっと待ってくださいね。はい。ブランケットですね、こちらも。ワルキューレのおしゃれマクロスデルタかな、ワルキューレのブランケットなんですね。これもお気に入りでございます。ただね、これとはやっぱりね、このランカちゃんたちのサイズが比べ物にならない大きさ。もうこれもね、ほんと気に入っておりまして、実質のね、ソファーの、もうほぼほぼソファーカバーで、なんかちょっと涼しければちょっと膝にかけたりとかね、しながら映画鑑賞、アニメ鑑賞する用のブランケットになってるんですけど、いや、これ最高やな。これは最高ですよ。これ、これでかすぎ。いやー、うん。ぜひね、ちょっとライブ会場でこれを大々的にこう掲げて、なんか写真撮れるような、なんかそんなシーン。まあでも、多分ね、イメージ、ね、なんでしたっけ、忘れちゃった。なんだっけな。キービジュアルか。そう。キービジュアルなので、多分現地でもね、多分、ここら辺の展示はあるのかもしれないですけど。あー、楽しみです。いやー、いいですね。ここら辺素肌ですよ、シェリーさんのね。ここら辺もね、素肌。ランカちゃん意外とね、またこの露出が高いんですよね。シェリルさんを意識して攻めてるんでしょうか。いやー、幸せです。幸せ。ということで、グッズ開封。でね、実は第2回の応募はちょっとしてないです。第3回目で追加されるのかどうかわかんないんですけど、これ先ほどもお話ししたね、ペンライト。ペンライトがね、これちょっとどうなるかわかんなかったので、で、第3回ではちょっとペンライトをさすがに発注しようかなと思います。ちょっと1本、まあ、それこそね、メール代わりに回すかなんか、まあ、いろいろちょっと、まあ、それで考えまして、うん。ペンライト。リベンジのペンライトが欲しい。はい、ということで、グッズ紹介ですね。ブランケット、まあその他のね、なんかいろいろそうチャームがあったんですよね。なんでしたっけ、ペンダント的なピアス的ななんか、まあいろいろあれこれあったんですけど、エウレカさんね、男の子なのでそういうのを、ね、装着する余裕はないんですよ。はい、なのでそこら辺は、発注しておりません。なんかタイミングがあればね、そういうの発注してもいいのかなとか思ってはおりますけど、まあ、今後の、このチャンネルの動向次第ですね。ということで今回はこれにて、いや、あったか、めっちゃあったかこれ。これいいです、本当にいいです。お値段的にもね、終わるつもりだったけど、お値段的にも、税抜きかな、6500円。いや、そんなに高いもんじゃないんですよ。確かこっちのワルキューレの方で、あれ裏返しになっちゃった。ワルキューレの方で4000円とか4500円とか、なんかそんな感じだったかな。おい。いや、あったかいです。あったかいです。幸せです。はい、ということで、今回のグッズ紹介ですね。こんな感じで終了といたします。また、まあ、先ほど言いましたけどね、また第3回の、発注とかもしようと思っておりますし、ライブのレポートとかもね、お送りしようと思っておりますので、ぜひとも、エウレカスタジオ、再生リスト、まとめておりますので、そちらの方、まあ、フロンティアグッズだけではなくね、デルタグッズとかのね、レポートとか、イベントレポートもいろいろやっておりますので、そっちの方も見ていただけると嬉しいです。ぜひともよろしくお願いいたします。そうしましたら、今回もご視聴どうも、ありがとうございました。